せーの、マリンパッパです。はい、ということで、今回の企画は彼氏が指名手配犯だったらふうはどんな反応するのか見ていきたいと思います。はい、で、今日協力してもらう大井さんと安川さんです。安川、吉川です。吉川でした。すいません、吉川さんです。はい、はい、で、まあ、今日は刑事役ということで、はい、ちょっとスーツ着て、はい、ね、決めてきてもらったんですけど、はい、バシッと、はい、気持ちもしっかりと、気持ちもしっかりとね、はい、で、とりあえず今日はフーが旅行に行ってて、はい、で朝に帰ってくるっていうのは聞いてるんですよ、うんうん、でその後はまあ撮影があって、はい、でその前に多分家で用意とか、うん、まあ、すると思うんですよね、うん、でそのタイミングでその二人には行ってもらって、はい、この写真をフーの彼氏なんですけど、す、ね、これ、はいはいはい、これをね、タカちゃんに撮ってもらってきたんですけど、うん、こんな感じでこれを見せてもらって、はい、って感じでやっていってもらおうと思います。わ、はい、かりました。で、まなみは近くでね、はい、待ってモニタリングして、はい、はい、って感じで。そうしました。だからちょっと考えてたんですけど、はい、何で行こうかなっていう、何してそうですかね、この感じ。もう密輸でしょうね。密輸、密輸っぽいですか。ギリギリ人は殺してなさそう。人は殺してなさそう。あ、じゃあ密輸系で行きましょうか、はいはい、って感じで、今から何時に帰ってくるかちょっとわからないんですよ。なるほどなるほど。だからちょっとここで待機って感じで、はい、これ大体こっちから来るんですか。あ、多分そっちからですね。もう左から。あ、来た。いや、来てた。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。そういうのないんでそういうのないんで大丈夫です。入ってんだよ。すいません。だからもうほんまに来たら、うん、とりあえず、はい、向かって行ってもらうって感じやから。なるほどなるほど。まあ、ね、二人は目離さず。そうですね、はい、しかもこれぶっつけ本番よ。うん、そう、ほんまにそのちょっとでも笑ったりとかしたら終わりや。そうですね。でもちょっと気になってたんですけど、はいはい、ちょっとこっち向いてもらっていいですか。はいはい、このいや、私もパリピみたいなこれ大丈夫ですか。いや、もうずっと気になっててその刑事ってなってたんですけど。すいません、刑事なんか同じ僕いいですよね、でもね。いや、そうそう友達みたいな。あ、でもこういう組織よ、はいはい、こういう潜入捜査の時は一緒な感じでそう、なんかよく映画とかでもあるけどそっちにこう合わせていかないといけないというか。まあまあまあね、大丈夫か、大丈夫ですかね、はい。ちなみにまなみの友達の友達みたいな感じで紹介してもらったんで、はいはい、二人は。だからまなみは今日初めましてなんですよね。そうです、初めまして。そうそう、で来た瞬間もうびっくりして刑事っぽい人お願いっていうので言ってたんですけどポリピア刑事大丈夫思うんだけど、まあ、おるっちゃおるんですね。おるっちゃいます、おるっちゃおるんですね、うんうん、で大丈夫ですね。はいはい、まあ、お願いしますね。お願いします、お願いします。レフちゃん家の中にはカメラを設置してきたんで。なるほど、はい、あ、中まで入り込んで。はい、そうです。これちなみにどこの国からその密輸した人ですか。そうですね、うん、まあ、フィリピン、アジア圏内、フィリピン、タイとかが一番多いので。何その詳しい。いや、あの、すいません、これは内緒で、内緒でお願いします危ないやそっちの方がね。最近ベトナムどことか行った経験、あ、そういえば最近なんかどっか海外旅行とか行った経験ないです。あ、あるんじゃないですか。どことかなんかして。わからん、ふう、うわ、わからんな、はい。タイとかそんなのは行ってそうですね。行ってそう、タイ行ってそうですね、うん、してますよ。タイしましょうか、うん、タイ行って、うん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 、はい。先日タイ旅行行った時のみたいなのも、うん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 、いつですかみたいなのがなんかそのなんか言われた時に、とっさに言われた時に、で先日でもタイに行っておりましたよねみたいな、うん、あーですね、そんなくだりで、うんうん、あ、だからちょっとそれタカちゃんに確認しておきますね。あ、そうですね。なんか多分海外行ってたんで。なるほどなるほど、うん、それで行こう、行きましょう。こんなんも宿泊料だった。はい。来た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 。あれあれですか。あれは多分。あれあれ。よし、冷静を装う。これ。あ、はい、隣の人と喋ってる。この旅行帰りにガサ入れとか。カバン持って。
いね。ぽい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 。はい、じゃあちょっとモニタリングをしていこうと思います。対策部第4課大井と申します。吉川と申します。まあ、主に暴力団とか、まあ、麻薬関係の組織とかですね、その辺を追ってるような記事になります。はい、で、今回大谷さん不死ございませんか？はい、ないですかね。じゃあこっちも見てもらったら分かると思います。丸田忠広さんです。妙はないですかね。あ、カルス。ですよね。ですね。はい。今回、大掛かりな麻薬の密輸に関わってるんですね、カルスさん。今回、昨日から締めてないんです。どうですか？締めてない。麻薬の密輸ですね。はい。10万トン。10万トンです。何がですか？麻薬を10万トン密輸してるんですよ。ちょっと待って、あの多分アホすぎて多分理解できない。かなりの重罪ですね。指名手配です。で、今回、身近な方から捜査を今させていただいている状況ですね。はい。で、まあ、担当中に、申し上げると、今家にはいないですか？いない。現行犯逮捕なんて令状とかいらなくて、特に嘘もついてないですか？どうぞ言ってると、刑にちょっと制服してあげて。刑の233条の刑に処するので、3年以下の懲役、また50万以下の罰金になります。わかりますかね？虚偽申告、虚偽の申告をされると、これも罪なんですよ。いないですか？最近海外に行ったと聞いたんですけど。なるほど。あ、とぼけた。まあでも、そりゃ言わんな、かばうよね。じゃあまず、今すぐ連絡取れますかね？最後いつ連絡されますか？いや、ちょっと確認して。確認ですね。こちら、家の全面的な捜査って可能ですか？可能ですか？はい。ちょっと無理ですね。うん、同棲してるわけじゃないの。あ、じゃあその彼氏さんの家、ちょっと教えていただいていいですか？何個かあってですね。わかんない。私たちが把握してるだけでも、3、40個拠点があるんですよ。3、40個拠点はやばい。だってさ、もうその時点でさ、自分もずっと騙されてたっていう、1年半ぐらいなんかな。まあ、ずっと騙されてたって感じやからな。え、拠点みたいな、そんなみたいな、なるよな。わからない。なるほど。どうしようかな。じゃあまた改めますか。連絡があれば我らにご連絡いただくことは可能ですか？では、それでは失礼しますね。次は、しっかり聞いて。分かってますね。どうぞ、やめてください。いきなりめっちゃ圧かけるやん。最後。いや。よしよしよし。
れ様です。ちょっとビビらすぎましたありがとうございます。めちゃめちゃもうバッチグーでした。バッチグーありがとうございます。じゃあもう、はい、これはネタバラシはちょっと明日、はい、明後日とか、うん、ちょっと別日にしようと思うんで、はい、ここまでで。わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。違う役でもいいかも。違う役でまたお願いします。マリア系と、はい、ありがとうございました。お願いします。テンション高ない。なんかテンション高ない。ほんま？うん。いつもやん。いつもやん。よし。何しようか。外食べに行く？うん。外食べに行く？うんうんうん。焼肉行っちゃう。いいよ全然。焼肉行っちゃう。行っちゃう。うん。行っちゃう。行っちゃう。いつものあそこ行っちゃう。行っちゃう。行っちゃおう。オッケー。ピースよ。じゃあ焼肉行った後は、うん。パン行かな。今日。全然いいよ。なんでってんやん。なんで？やっぱさ、出会い出会い。出会い？出会い。出会いはやめて。出会いは意味やから。出会いは何？何？どう？何？出会いじゃないけど、まあまあなんか。まあまあまあいいや。行こう今日。うん。今日は朝まで。うん。朝ご。全然。オッケー。オッケー。オッケー。予約するわじゃあ。はい。ということで、あれから3日経って、うん、でまあタカちゃん旅行から帰ってきて、はい、強風と久しぶりに会うということなんですけど、旅行楽しかった？楽しかったね。こんなことなってんねんけど、こっちではこんなことなってたけど、でもそれでも楽しかった。まあそれでも楽しかったけど、もうこの連絡はどうやったん？いや連絡は全く来てない。全く来てないんや。いや怖い。怒ってますね。小屋っていうのが一番怖いから。こっちからは？こっちからも送ってない。いやもう楽しんでるやん。じゃ。まあ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 。こう送るやん。もう小屋のラッキーな。でまあまあま申し訳ないけど。ちょっとあったかもしれん。あー最悪最悪最悪。ちょ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 、別に何もないからさ、普通に楽しんでた。はい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 。分かった。お土産は？お土産もちろんある。もちろんもちろんもちろん。じゃあ後でもらうね。はい、後で渡します。はい。まとりあえず今から迎えに行って、まなみは後ろで隠れて、でも今日ネタバラシして終わらせようかなって思います。はい、そんな感じでふーちゃん迎えに行ってきます。ただいま。ただいまじゃないやん。なんでそんな笑顔で折れるの？やめて、やめ
やめてちょっとちょっとあの人目少ないとこ行って、じゃ無理やって、じゃ無理やめてってな、なあ、もう捕まるやんか、言われたって。誰に言われた？警察の人に。捕まらんって、捕まるって言われたって。大丈夫や、じゃほんまにやばいから、まずほんまにやばい。なんなん、説明して。なんの説明して。なんもないって。なんもなくないやん、全然なんもしてへん。いや家何個あるん。家、あ、じゃあその彼氏さんの家ちょっと教えていただいていいですか。何個かあってですね、もう私たちが把握してるだけでも 3,40 個拠点があるんです。家何個あるん。家何個ある。なんなん、夫婦いつも言ってるやん、あれ何家やで、あれ何の家。何の家、あれは何個目の家。何個目の家、うん、1個目やろ。もういいって。何なあ、じゃあお前ちゃんと全部言ってくれないとほんまに無理。いやほんまに好きやで。じゃあちゃんと全部言って。何、もう別れるってこと。いや、一緒におろう、でもほんまに好きで一緒に。でも隠してたってことやんな。隠してたってわけじゃないけど。いや、マリア捕まりたくないわ。なんで一緒におろうや。捕まりたくない。なんで捕まりたくない。ちょっととりあえずここへどうしよう、見られてるだろ。ああ。あの、人目少ないとこ。なあ。ん？指名手配やで。大丈夫やって。大丈夫じゃないから、なんでそんな危機感ないん。大丈夫やって。大丈夫じゃないから警察。でもほんまに、じゃ大丈夫じゃないから警察が来てんの。大丈夫やって。じゃほんまにどこで見てるか分からへんから。見てへんって。大丈夫やって。どこで見られてるかほんまに分からへんから。見てない。大丈夫、落ち着いて。そっちの方が怪しい。とりあえず誰そんな格好してるの。ドッキリ。はい。ちょっと待って、嘘よ。はい。ガチ。あの人たちは？その人たち協力者です。警察じゃないの？警察じゃないよ。嘘やろ？めっちゃ警察っぽかったじゃん。リアルすぎるそれは。はい、ということで、はい、今回の企画は彼氏が指名手配ハンドッキリー。イエーイ。なんかすんごいなんか自分かばってなんかすごい変装して来てましたけど。楽しいな。タカちゃんもバレるからな。タカちゃんもバレるから。タカちゃんもバレるから。タカちゃんのことを思って、その自分のために変装してきたから。タカちゃんこんな姿で。なんやねんな。ちょっとほんまに、あ、ほんまに疑わんかったわ、1ミリも。いや、まず、家30個って何？じゃあ、タカちゃんに言ってなかったよ。なんか動画見たら、あの、協力してくれてた人たちが、家30個あります、みたいな言ってて、それタカちゃんに言ってないから、後ろで聞いてて、あんたがなんか、家、何個もあんねやろ、みたいな言って、30個あんねやろって、ええみたいなのになってたから、やばい。あ、そう、ガチの家やったんや。そうそうそう。誰みたいな、普通に知らばっくれてる。そう、知らばっくれてるんじゃない、ガチで言ってない。そう。はい、そんな感じでね、ちょっと、私は帰らせてもらいます。このためだけに今何もね、来たから。ずっとおったの？ネタ話をしたくて。最後。はい。ずっと入れました。あの、今日休みですけど、何してるの？はい。めちゃめちゃ暇ですね、私。ということで、帰らせてもらいます。終わります。バイバーイ。